どうもです。口だ。今日は9月6日。はい。はい。東京ミーム藤原ざくろと口縄の大丈夫です。えーす。コラボでーす。はい。はい。ということでね、ケーキを作っていきたいと思います。はい、ケーキ。あの、ケーキに絵を描くやつあるじゃん。はいはい。あれもやりたいと思います。はい、いいですね。はい。はい、いいでしょ？やってみましょう。で、はい、藤原ざくろなんですけど、今やってる、はい、東京ミーム、ニューじゃなくて、うん、その前のね、あ、これね、この絵でね、こっちの方が好きなんで、こっちの方が好きなんで、こっちを作っていきたいと思います。はい、はい、はい、で、用意しました。はい、これですね、やわらかケーキの素、もっと100円だよ、100円ね、この量、これ、セミリットル、これで300円。はい、はい、これ、27円。100円。で、これ、そのペン、あ、これ、これはね、家にあったやつ。はい、はい、もう500-600円でできちゃう。はい、できます。できましょう。もう作ってきちゃうね。はい、まず、これね、シフォンケーキ。え？やばい。あ、でもちょうどいいね、ここに。あれ、あ、一番美味しいところ。一番美味しいところ。あ、これ逆にした方がいい？いやいやいや、ここにほらクリーム入るじゃん、だって裏分って。あ、そうか。うん、裏は？あー、あー、はい。はい、はい。そして、はい、このクリームにね、色、ザクロの色をつけていきたい。紫色は。だからまず、はい、出します。いや、足踏んだ、悪い。足打ち。激痛、この顔映してるわ、今の。いっちゃってたぞ、目が。ヘビの足を踏んだんだよ。はい、じゃあ、来ますよ。はい、こっちから出した方がいい。そうだね。だね。うん、まあ、ここ切ろうと。あ、でもこっちから切らないとどうせ入れないってだから。こっちから紫にして、こっちから入れないってだから、どうせ。うん、失敗した。出して出して。出して出して。いくよ。はい。まあ、全部出すよ。あ、全部出すよ。もう全部紫にしようよ。なるほど。なら、運行型にしようじゃん。いや、やめてよ。モリ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 、あれが出てる、モリモリ。はい、あとで舐めます。大変になっちゃう。さあ、ここにですね、ドロ潰しますよ。はい、はい、よいしょ。あ、気持ちいい。潰して、はい、ここに、はい、家にあった赤と青を混ぜると、そうです、いきましょう。どれぐらい入れるかっていうのがわからない、まあ、あれだよね、あの経験上から言うと、もう一滴で十分なんだと思うんだけど、ちょっと濃いめにしたいんで、じゃあ一杯いっちゃうか。一杯いきましょう。うん、大丈夫。はい、いくよ。いいよ。うわ、大丈夫。綺麗だって。これしまわずに置いとく、絶対いつも後で、うん、何かが足んなくなる、足りなくなってするから。何かが、ちょっと青では混ぜてみる。ちょっといいか。いいよ、いくよ。いっちゃえ。じゃあ、ちょっと半分赤にしてみるか。うん、よいしょ。いっぱい。はい、こう。えっ、うわぁ、クリームで赤に、やばぁ。やば。青に赤に、やばぁ。ああ、やばいやばい。これ手につくとさ、うわぁ、ついちゃった。はい、はい、まだまだ。もう青ですから、もう。はい、はい、いくよ。うん、どうする、ここの判断難しいな。もう一回行くか。行く？行こう。行こう。そうだね。これ弱いね。行くんだ。ほい。あれ？あ、崩しちゃった。ああ、あ。こう、今度こ濃くなりすぎんだろうな。いいよいいよ、奇抜でいこう。いいいい。いやー。よっしゃ、ゴー。もう一杯入れ、もう一杯入れ、いや、もう一杯とか、もう2杯ぐらいボーンって入れちゃえばいいと思うけどね、俺的には。これ皆さんどうですか、これ。あ、明るいところでちょっと映してみる。どう。ああ、白あるじゃん、ここにちょうどいい。ほら、
紫じゃねえか。本当に知らないよ俺。いやもう2杯からパッパッパって入れちゃって。もうすごい着色料使うじゃんこれだけに。いいじゃん。本当に安いじゃんって。こんな着色料いや高いよ。いくよ。もう知らないよ。もっと、はい、オッケー。もう4杯ずつ入れてるから、4杯ずつ。赤多くしてもいいや。赤多くしてもいいや。はい、はい、もう入れないよ。もう入れない。はい、オッケー。やろう。いい。あ、ちょっとこれ見ますね。はい、いいよ。はい。あ、ちょっとデコレーションするためにさ、その中入れなきゃいけないんだけどさ、この中に。あ。半分ぐらい入れなきゃいけないんだよ。いい。入れさせてよ。入れさせてよ。はい、からね、ちょっと紫っぽくはないですけど。あ、もうちょい赤？もうちょい赤だね、まあ、いいよ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 、うん、うん、じゃあこれでね、だから赤多めに入れた方がいいかな。多めに入れたら最後半分。赤4杯入れてよ。はい、いきますよ。はい、で、まずね、どれぐらいだろう、半分ぐらいはこっち入れたいと思いますね、うん、で、最後絞ってあれしたいんだ。大変だなこれ。やばい、うまくいってねえな、うん、もっと下目に、そうそう、入れないと大変なことになる。あと、もう一杯ぐらい、一杯ぐらいだね、うん、なんか固定したいね。こんなもんでいい、うん、いいよ、うん、多分あとこれで十分くるまれるね。くるまりよし、くるまり、はい。はい、じゃあこれ絞り用で、はい、絞り用で、絞り用でちょっと置いといて、はい、じゃあこっちやるよ。はい、来た来た来た、でこれでいきますよ。はい、どうやってやるかよくわかんないけど、とりあえず初めてでこんなの、とりあえずやりゃいいね。ザクロちゃん紫をイメージして作ります。紫です。とりあえずここ平らにして、え、ちょっと待って、ちょっと待って、横濡れないんだけど、なんかまつりがあるね、機械じゃなくてね、ほら、あの台をこうやってまつり、そうあ、どういいんじゃないですか。ほら、オッケー、ちょっとここら辺濡れてね、むずいな。なんかこれでも上手いだよ。ん？これをここ置いちゃえば大丈夫ですよ。完璧完璧だ。で、ここ平らにして、よし、取って、あとちょっと剥げたとこはちょっとこれ濡れ、はい、はい、どうですか。 OK、 いいよ、完璧でしょ。いい。で、この次、はい、さあ先絞ってから絵にする。先絵描いちゃった方がいいか。絵描いちゃう。いや、ダメだな。先絵描いちゃう。周りにこのプチプチしてからの方がいい。その描くあれを、スペースを決めてから。わかりました。うん、そうします。どうぞ、あとで食べます。あ、これ、うん、それいいよ、いいよ、ほっといて。あ、そう、あ、もう時間長っちゃう。14分だな。絞っていきたいと思いますが、はい、これハサミで切らないと、こう、で、最初白に出るわ。あ、ここに切る位置書いてある、こう、素晴らしい。
最初白いの出るんで、いくよ、うん、白出すよ。あ、出てきた。よし、でこれでいくよ。はい、おい、いいよ。そんな詰める？え、あれ、どういう感じだっか、わかんねえ。え、じゃあもうちょっと間開ける。もう遅い気がするけど、こっち行くよ。おい、ちょっと失敗した。いいよ、こんな感じか。やべやべ、やりだすと難しい。あとから馬から来てるぞ。さあ、こっからですね、ここからですね、問題は。あ、さあ、絵を描いていきたいと思います、はい、こちらですね、はい、デコペン、デコレーションペン、うん、はい、ションペン、え、デコレーションペン。おーし、あ、いい感じで出てた。まだ切らなきゃ、これ、ここか。はい、ここわかんねえ。オッケー、じゃあ行きましょう。行きます。はい、よし、ザクロちゃんの顔も OK、 ギュッス、はい、あれ、あ、出た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 、よいしょ。いや、まず輪郭、さあ、まず輪郭ができました。ちょっとくっついてんだけど、これ押し込むんだ。ああ、オッケーオッケーオッケー、やばい。なんか変な形じゃない。いやいや、いい、いきます。はい。なるほど、やれ、やばい、固っ。これは今僕たちが着ている、え、バラクラバでは何でしょうか。ああ、すごい、おい、頼む。今オッケー、はい、ザクレじゃないかい。違います。もう出しておくだけ。バラクラバケーキ、これコラボだから。あ、コラボ、ザク、藤原ザクロと口のコラボだから、はい、だから藤原ザクロの色を使ってバラクラ口のなっていうコラボなんだ。立てます。はい、はい、じゃあ完成です。そしたらですね、はい、見て、周り汚いでしょ。なるほど、これ絞っちゃえ。嫌な音したわね。生理現象です、これは。どう、はい、もうすればいいでしょ、見た目。いいじゃないですか、完璧でしょ。はい、じゃあ完成です。完成、食べて、誕生日祝いましょう。はい、食べていきましょう。はい、はい、準備できました。完成です。さあ、食べていきましょうか。じゃあどうする、ね、半分ずつする、半分ずつするか。じゃあ半分に、じゃあこれ口側ですよね、切ってください、ね、あ、そう、はい、これ俺なんの、はいはい、あっ、食べられなく言ったね。食べられないです、僕は。あ、断面見せて。じゃあザクロちゃんの断面図を見ていきますよ。やらしいね、はい、うーんって感じだな。じゃあ半分して食って、じゃあ行こうぜ、行きましょうか。はい、うん、そう、一口だけ食おう、うん、あの、これ食いづらいんで、うん、正直、うん、もったいないんでね。ハートのチョコレート忘れたけど、いいや、いいか、うん、いただきます。いただこう、もうたっぷりつけて。チョコレートもつけちゃおうかね。じゃあチョコレートものせて。俺意外と硬い。そうだね、うん、ずっと常温置いといたのに。まずだろう。じゃあいただきます。うん、うん、おいしい。うん、うまい。普通に美味しい。まあ、色つけただけだから、うん、はい、普通にアニメの誕生日って歌が、うん、うん、出てくるよ、いっぱい一覧がね。でね、自分の誕生日の、キャラを見つけて、うん、はい、なんかこうやってね、推しですよね、今はね。そうそう、うん、やってみたらいかがでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。